今回はタケノコが長期保存できる瓶詰めの方法とタケノコを使ったチンジャロースの作り方を紹介します。タケノコをたくさんもらった時などに瓶詰めにすると常温で最大1年は保存できるので便利ですよ。さらにタケノコを使った簡単にできるチンジャオロースの作り方を詳しく解説しています。それでは作っていきましょう。まずはタケノコの水煮を作ります。皮付きのまま茹でるのがいいとされてますが、中の汚れや土がついてみると皮の処理を楽にするため剥いてから茹でます。鷹の爪を数本と重曹を適当に入れてアク抜きをします。アク抜きは米ぬかが一般的ですが、ぬかが鍋やタケノコにつくので後で落とすのが少し面倒なので重曹がおすすめです。ぬかも重曹もなければ米をそのまま入れるか米ぬとぎ汁を入れても大丈夫です。そうしたら小さい蓋でタケノコを押し込んでから逆さにして入れ、その上から大きい蓋をするといいです。このまま弱火にしてタケノコの大きさによりますが1時間から大きければ2時間茹でます。タケノコの水煮ができたら表面の皮を剥きます。タケノコを瓶に入る大きさに切り分けます。まずは穂先を切り離し半分にします。下の部分を縦に半分にカットします。小さい瓶ならさらにカットしてください。瓶を沸騰したお湯に入れて煮沸消毒します。蓋も消毒します。瓶にカットしたタケノコを入れて水を全体に浸かるまで入れます。その後酢を少量小さじ1くらい入れて殺菌効果を高めます。蓋を外れない程度に軽く締めてお湯に入れ30分入れ脱気します。30分経ったら今度は蓋をしっかりと締めてから30分消毒します。蓋をして全体を殺菌します。蓋ができない場合は瓶を横にしてお湯につけてもいいです。30分したら瓶を取り出していきます。取り出すときは熱いので火傷に注意しましょう。これで殺菌ができました。そのまま常温で冷ますだけです。次はチンジャオロースの作り方です。今回はできるだけ簡単な方法で紹介します。難しい豚肉の細切りを簡単にできるやり方と油通しをしないで作る方法を紹介します。豚もも肉を冷凍しておきます。レンジで半解凍にします。豚もも肉ブロックを 240g 用意しました。半解凍で肉は固まっているので切りやすくなります。脂身の少ないもも肉は繊維がまっすぐに入っていて細切りにしやすく、切っても肉はボロボロになりません。この縦の繊維に沿って肉をスライスします。肉が転がらずに安定する面を下にしておき縦にスライスします。切り方をゆっくり見せてほしいとコメントがあったのでゆっくり切ります。 2,3 ミリの厚さにスライスしてから重ねて並べます。この方法だと肉が少し凍っているのでスライスしやすいです。並べた肉を端から細切りにします。包丁を押し出してから引きます。まな板の上で包丁を上下に滑らせる感じです。3回くらい切ったら包丁を右に倒して外側に開きます。この時に刃がまな板に接している状態です。
こうすることで肉がつながることがありません。今度は違う切り方で説明します。包丁に慣れている人はこちらの方法で切るのもいいでしょう。肉を安定する面を下に寄せておき、上から肉をしっかりと押さえます。包丁を肉とまな板の接している面に入れてスライスします。さらにそのスライスした肉の上に包丁を入れスライスする。それを先ほどと同様に並べて細切りにします。タケノコ3つとピーマン2個をカットします。3パターンの切り方で説明します。まずは中華の基本の切り方で、上から水平にそぎ切りにしてスライスします。指2本をタケノコの上に乗せて1ミリの厚さにスライスします。水平に切るのが少し難しいかもしれません。そのままタケノコを並べてそぎ切りにします。水平にスライスするのが難しければ、少し角度をつけてスライスすると切りやすいです。指は1本でも2本でもいいです。指の腹をタケノコに添えて、1枚ずつ斜めからスライスします。このまま並べて細切りにします。次は一番簡単な方法です。そのまま端からスライスします。包丁を引いてスライスするだけです。この方法だったら難しくないと思います。スライスしたら手で押し広げて、さらに包丁で叩き広げます。あとはそのまま細切りにします。タケノコの長さはピーマンと同じになるようにしています。ピーマンは縦に半分にカットして種を取り除きます。半分に切ったピーマンを軽く押しつぶして細切りにします。これでピーマンとタケノコがカットできました。豚肉に下味をつけます。塩、味の素、黒胡椒を少量入れます。紹興酒または酒を大さじ 1/2 と醤油大さじ1を入れて揉み込みます。卵を大さじ1入れて肉に含ませるようにします。片栗粉を大さじ1、2杯入れて
絡めます。最後にサラダ油を入れコーティングしておきます。豚肉は油通しするのがいいのですが、家庭の調理で多めの油を使うのは大変なので茹でる方法を使います。鍋にお湯を沸かし沸騰させます。このままだと温度が高すぎるので水を差します。だいたい70度くらいまで温度を下げるイメージです。火を止めたまま豚肉をお湯の中に入れます。箸で肉をほぐすようにして火を通します。だいたい10秒から15秒でお湯から引き上げます。そうしたらザルで引き上げお湯を切ります。鍋に大さじ1の油を入れて、生姜のみじん切り 5g を入れ炒めます。次にタケノコとピーマンを入れて炒めます。タケノコとピーマンをじっくりと1分くらいかけて炒めます。タケノコとピーマンから出る余分な水分を飛ばすイメージで炒めます。そうしたら茹でた豚肉を入れます。紹興酒または酒を大さじ1分の1と醤油大さじ1を鍋肌から香りが出るように入れ炒めます。水を 30cc 入れます。味の素を少量入れます。水溶き片栗粉を小さじ1入れます。さらに盛り付けて完成です。今回はタケノコの瓶詰めの方法とチンジャオロースの作り方を紹介しました。瓶詰めにすることで旬のタケノコが常温で長期保存することができます。チンジャオロースは豚肉の旨味がタケノコに移ることでタケノコはさらに美味しくなり、食材の食感のバランスが良くとても美味しいです。難しいところはできるだけ省いた作り方をしたので、ご家庭でも簡単にできるのではないでしょうか。普通のフライパンやガス台でも同じように作れると思いますよ。詳しいタケノコの保存方法とチンジャオロースのレシピをブログで書いていますので見てみてください。このチャンネルでは主に中華料理店で働く新人の方に役立つ情報をお届けしています。私は不器用なので仕事が身につくまで時間がかかりましたが、知識と経験のおかげで多少はできるようになりました。だからそんな方に役立つ動画を作っていき、参考にしてもらうために全部の知識とアイデアを紹介します。もちろん家庭料理を楽しむ方にも参考になるような内容をお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。